こんにちは、ゆうです。バズドのおじさんです。と言ってもですね、まあ、一回やったことあるかな、はい、一回やったことあるかないかぐらいなんですけど、はい、今日ね、バズドの公式広報さんの村子さんが、ツイートされた情報をね、今日はね、まあ、はっきり言って省エネです。はい。まあ最近ずっとね、下げてきたんですけど、はい、僕もね、ちょっとそういうのをしていこうかなと思って、僕目線の、はい、無課金でやってる身とか、普通にサブスク入ってたり、ちょっと課金もしてたりとかの目線、両方からね、お話できると思うんで、ちょっとね、はい、パズはね、新情報というコーナーでございます。今回は、はい、あと今日誕生日おめでとうございます。言ったかな、はい、忘れた。それではね、画面切り替えて見ていきましょうか。はい、こちらですね、はい。ミズ・マーベル、ミズ・マーベル、ミズ・マーベル。おい。ごめんなさい。はい。変身するのか、変身できるか。はい。で最初が、バイン体制にスキルチェーン、スキル4つに、封印体制1つか。はい。で、潜在が8枠と、多分石10個やからですね。はい、これは。はい。多分とかそうですね。はい。で、マステもモリモリと。で、変身時のスキルが、変身のレベルスキルが27ターン。27ターンはね、これ、スキブ4だと結構割と簡単ですね。現環境だと。で、2ターン内では最大 HP が2倍。で、ロックを解除し、盤面を水光回復に変化。はい。インヒューマーズ・ミズ・マーベル変身。おー。これね、最初に僕ね、生放送ご覧になってくださった方はご存知かと思うんですけど、コマキティみたいにね、HP をね、もう、グーンと下げられたら終わりのキャラとかいるわけですよ。はい、それに関してもすごく有利に働きますね。変身時に最大 HP が2倍でしょう。で、回復もできるってことは、はい、作ってくれるってことは、これは結構いいんじゃないでしょうかね。はい。そういう敵に関しては、今後じゃ、だから、そのね、HP をしょっぱなからガツンと減らされた敵に対して撃ったり、で、あえてその、HP が2フロアからその、抑えられるんやったら、この、ね、ループするんだったら、その1体だけこの2フロアで変身とかありかもしれないですね。はい。で、変身後は、こちらですね。インヒューマンズ・ミズ・バーベル。はい。10コンボ強化が1、2、3、4、5、6となって、ミズと光のたこ焼きが、はい。1つずつと。圧縮版ですね、これ。はい。で、1ターン内で自分ダメージが、上限値が60億になる。6回ずし、ミズを5個。光回復を3個ずつ生成ですか。はい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 。で、リーダースキルが、水、光の土壌攻撃でダメージを半減、攻撃力が13倍、5コンボ加算。攻撃と体力タイプの全パラメーターが 2.4 倍ですね。はい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 。じゃあ全体倍率が、30倍近く出るんか。はい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 。まあ、5コンボ加算っていうのは、ね、ほんまに結構ね、最近のその黒飛びとかにもありがちなんですけど、そのアシストで指もらないと、指がその短いケースがあるんで、その5コンボ加算してくれるとだいぶありがたいですね。で、黒飛びと違って、その夜消しとかじゃなくて、もう水光だけで済むんで、はい、これは結構ありがたい。ワンチャンなんかこれ、なんかね、超根性とか、オンリーのそのランク上げで美味しいダンジョンになったら、ちょっとファスカも入れれるし、ファスカと色一緒なんで、なんかランク上げとかも使えるんじゃないかなとは若干思ってたりもしますね。はい。はいはいはい。で、こちらがアシスト進化ですね。ミズ・バーベル。ちょっと画面ちょっと途切れてるんですけど、そこご容赦ください。スキブにチーム HP2 つ、チーム回復、2つ。はい。これ無難ですね。で、スキルが5ターンで、ね、自分の属性が水属性に変化。自分以外の味方スキルは3ターン貯まる。3ターンヘイストで、そうか。この、やっぱりマーベルって感じですね。はい。あー、すごいわ。これはすごいね。はい。5ターン内で自分の属性が水属性に変化で、3ターンヘイストですよ。3ターンヘイストでね、僕、芝居沼で結構困るのが、ヘイスト武器で、なかなかチーム HP とチーム回復盛るっていうのができないんで、で、これ見ると、体力と、攻撃と体力に、倍率が全パラかかるんで、攻撃と体力タイプって結構最近も極端にね、回復力が低かったりするんで、で、自動回復ループとか入れたりするんですけど、そこにね、このチーム回復アップしてくれるっていうのは、これ本体にもつけてもいいのかなっていう感じですね。で、次がもう一個の分岐で、はい、ミズ・マーベルコミックカバー2ですね、はい。で、攻撃タイプ不要に、お邪魔完全お邪魔体制、で、テープ体制、チーム HP。
はあ、これで無理やり攻撃タイプに寄せても回復力が高いやつを寄せてもいいっていうことですね。はい。で2ターンで属性吸収とダメージ吸収を無効化、消せないドロップバインド、覚醒無効化解除、覚醒無効状態を全回復。はい。滑舌が悪いのは相変わらずでございます。はい。滑舌悪い解除もお願いします。はい。これはそうですね、攻撃タイプ不要とか、なんかタイプ不要武器とかって僕その勝手なイメージなんですけど、はい、あまりねその攻撃ソースとかならなかったりとか、はい、なんかまあスキルがちょっと腐るなっていう場面が多かったんで、これ上が溜まってもダブル吸収無効に消せないバインド覚醒無効解除、これは結構いいんじゃないでしょうかね。で完全お邪魔にね、完全お邪魔と完全テープでしょ、完全テープはテープか、はい、でチーム HP2 つ、はい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 、上が溜まっても腐らない、しかも水属性に付与するとステムアップできるっていう点ですごくいいっすね。僕個人的にはこれ欲しいっすね。はい。で次見ていきましょう。はい。キャプテンマーベル&ミズマーベル。はい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 。これはあれか、変身キャラじゃないんか。個人的にね、僕ね、これイラスト見たときに、ミズマーベルのイラストがタイプです。素敵なイラストだなと思って。はい。で、覚醒がち完全バインドにスキブプラスに、封印、指、暗闇、冬。で、10個目強化3つに、悪魔キラーが今明かされてるスキルか。で、フォトンパンチ。で、一旦ダメージ交換2。あ、これ次のやつ見たいんか。はい。これ次のやつ見たら、スキルターンが、最大5ターンで、一旦ダメージ交換2、属性吸収無効化、水と光ドロップを強化、スキル進化。ほう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 。で、最終段階が一旦ダメージ無効貫通。あ、貫通は一緒なんや。で、ダメージ吸収を無効化。いや属性吸収とダメージ吸収の使い分けですね。で、水と光ドロップを強化。で、使用後に1段階目に戻る。あー、面白そうですね。これ、ダンジョンを完全に把握してしまえば、ここでこれを使って、ここでは属性吸収、ここでは、ダメージ吸収しながら無効貫通っていうのに、全然いけますね。はい。で、リガスキが水光の同時攻撃で攻撃力が7倍、固定戦ダメージ、攻撃と体力タイプの全プラメータが 4.5 倍か。じゃあこれか、あれか。このインヒューマンズ・ミズ・マーベルと速攻組み合わせるっていうね、マーベルコラボから、今回のコラボから始められても全然ついていけるって感じですね。全プラなんで。しかも半減がこっちにあって。で、こちらには全パラメータだけか。で、あれか。今はもう結構ね、軽減ループのキャラを入れるのが主流なんで、攻撃体力タイプとなると、そうですね、結構優秀なキャラもいると思うんで、その、キャプテンマーベルじゃなくて、ミズマーベルじゃなくて、これか。この、なんかね、軽減ループで倍の耐性持ってるキャラとかに、この攻撃タイプを無理やり武器つけてあげて、攻撃タイプに変化して軽減ループするっていうのもありですね。はい。例えば、チャコルとかにこれつけてもいいのかな。で、お邪魔。テープはちょっと腐るんですけど、お邪魔耐性を付与されて、いいんじゃないかなと思います。はい。固定1000ダメージだったらね、結構今なんか、強いキャラの固定ダメージ、はい、1とかやったりするんで、はい、固定1000万ダメージっていうのもね、超根性が1とか、はい、ちょっと少ない超根性だとかだと吹っ飛ばせるんで、いやー、これはイラスト含めてちょっと僕欲しいな。僕欲しいですね、これ。で、アシストが、まず1個目、キャプテンマーベル、ミズマーベル、コミックアバー1が、スキブに、チーム HP に、テープに、光、水、ドル強の圧縮版。で、スキルが3ターンで自分と水、光属性の攻撃力が4倍。自分以外の味方、スキルが2ターンたまる。まあ、よくあるやつですね。でもこれ、スキルとね、チーム HP2 つで、で、テープを補えて、で、ドル強も補えて、ヘイストっていうのが近いので、昨今の近いので言えばハイウィンドなんですけど、ハイウィンドだとね、全てのドル強があるですけど、こうチーム HP 漏れるっていうのがね、やっぱりここ差別化ですね。はい。あとは水と光属性の攻撃力が4倍ってことで、はい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 、はい。それがね、すごくいいんじゃなかろうか。なかろうかって誰やねんと思うんですけど。まあ、エンハオ負けみたいなもんですかね。はい。で、次が、キャプテンマーベル、水マーベル、コラボカーラバー2。はい。これも攻撃タイプ用ですね。はい。10コンボに、
もちろん完全保障、チーム回復。これもあれですね。はいはいはい。攻撃タイプ付与しつつ、チーム回復も補いつつっていう感じで、はい。で、3ターン7の最大ダメージ、HP が3倍、盤面を76マスにする。消せないドロップ、バインド解除、バインド覚醒無効を全回復。僕の滑舌も全回復してほしいです。はい。これはそうですね。これもあれですね。無理やりね、あの、マーベルクラブから始められた方も攻撃タイプ付与させたりして、で、さっきのね、あの、リラフレのやつに入れたりとか、もうそれもできる。いい武器ですね。はい。そうか。で、近いので言えば、あの、裏木工場とかでよく使われる、誰か。ブルックのスノースキルとか最大 HP とか上げてくれるんですけど、あとは、その、フェスゲンになったかな、その水のなんかセンスみたいなの持ってるやつのキャラなんですけど、はいはい。それにね、それは指なんですけど、これは消せないとバインド覚醒無効と、うん、うまいこと差別化できてるし、で、ね、あの、アシストのスキルも、あ、10コンボ補いつつ、で、お邪魔補いつつっていうので、はい。最近この、僕はね、全然大歓迎なんですよ。大歓迎なんですよ。盤面が小さくて、パズルしやすいから、はい。76が嫌いなんで、広いとその、全部パズルできないんで、はい。で、76好きな方とかは、はいはいはい。これをね、あの、しつつ、で、無効貫通で突破とか、はいはい。あ、直近のレベル15とかでもね、結構盤面縮小しつつとか、で、覚醒無効っていうパターン、今まであの指を奪いつつ、その56盤面とか、56盤面、54盤面とかにされがちなんですけど、今後ね、消せない場合の覚醒無効状態を回復したい場合に、この武器がね、ちょっと有効になってくるのかなっていう感じですね。はい。で、次が、はい、キャプテンアメリカ、キャプテンアイアンマン。はい、来ましたね。はい。で、これも非変身キャラか。はい。で、覚醒が完全バインドにスキルプラスが2つで、封印に、指に、浮遊に、コンボ強化が3つか。で、超覚醒が今明らかになっているのがスキルプラス。で、シールドスロー。進化スキルですね。これこっちで見ようか。はい。進化前が、最大5ターンで2ターンの間ダメージを軽減。で、ロック解除し、盤面を火、水、光に変化、スキルが進化。で、1ターンの間進化後がユニビームか。1ターンの間ダメージ無効貫通。で、ロックを解除し、盤面を火、水、光、回復に変化。で、使用後に1段階目に戻る。これも1ターン。あ、これは全部、サイリアコンビ系を今度、あれか。またあの、テニスの王子様の最初期みたいに。スキルがじゅんぐりじゅんぐりしていくタイプですね。はい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 。で、軽減貼りたいときは、あの、1段階目、軽減貼っといて、で、ユニビームが使いたいときは、1段、あの、進化させて使おうっていう感じですね。あの、あ、違う、あの、貫通を、ダメージ無効貫通したい場合は。そうっすね。で、リーダースキルが水、火の同時攻撃でダメージを激減、攻撃力が30倍、2コンボ加算、固定ダメージ、火と水属性の回復力が2倍。これは、そうですね。ちょっとあの、ウルトラと組ましたら、悪いことしそうですね。レア度も1、2、3、4、5、6、7、8でしょう。8やから、ウルトラとも全然被らないですよね。被らないし。いや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 。で、ウルトラの中にも入れれるってことですよね。そうかそうか。で、固定2ダメージがついてるんで、で、攻撃力2コンボ加算固定2ダメージなんで、これはね、1ターンの間、スキルターン5ターンなんで、ウルトナで、今まで気工場、裏気工場とか回れなかった方が、ウルトナで気工場回るときって、絶対ファスカがいるんですけど、その、あれですね、例えばマッハとかを直乗せでも、その1段階目のスキルでさえ5ターンなんで、いきなりリダチェンしてランク上げもしやすい環境が訪れるのないでしょうかね、これで。はい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 。ね、本当にスキルも5ターンで使えるし、火水回復を作るといえばそうですね、スオーも相性良さそうですね。スオーとか、はい、スオーが火水光か、火水回復か。で、あとはそうですね。近しいので言えば何やろ。ちょっとパッと思いつかないんですけど、シーウルフぐらいかな。シーウルフのなんかカッチカチ。なんか昔のロボをちょっと
パワーアップできそうな強化パーツになりそうですね。はい、今まで言うとあれですよね、サンリオのシーウルフとか、ちょっとごめんなさい、ここはちょっと適当なこと言ってるんですけどね。はいはいはい。でも回復力もね、これ上がってくれるっていうので、そうですね、やっぱりその攻撃マシンなんで、ちょっと待って、手が見えへん。マックスにしても536なんで、やっぱり回復力が、そこをね、回復をリーダースキルで補ってくれるっていうのは結構ありがたいね。はい、結構ありがたいですね。はい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 。で、次が、武器ですね。武器に超覚醒スキーブ、超覚醒じゃなくて、スキーブに回復努力強に、回復強化に完全毒。で、水引きの努力強ですね。で、スキルが3ターンで操作時間、回復力、自分の攻撃力が2倍、自分以外に味方スキルが2ターン貯まる。いや、これは、ありがたい。ありがたい。あのね、その結構ね、その昨今の変身キャラの環境で、その行き詰まるのが、最初に結構そうですね、強調とかもあるんですけど、しょっぱなスキルターンを奪ってくるとか敵が結構いるんで、スキルターンじゃない、操作時間、これはパズル力難民からしたらめちゃくちゃありがたいですね。で、回復力、自分の攻撃力が2倍っていうので、はい、超重力でもね、はい、ワンチャン、よくあるクエストでもある、強制スキルダメみたいなのあるじゃないですか。このビーンって伸ばされるの、スキルフェイスト。その時にも、で、自分以外の味方スキルが2ターン溜まるっていうので、上乗せしてても、こいつ上乗せしとけば、まあ、操作時間も回復力も自分の攻撃力も上がるし、しかもスキルフェイストもかけられて、溜めないでもその後使って、またこいつを使って、溜め直すみたいなもんね、ちょっとできやすいでしょうし、操作時間はもう僕何本あってもいいんでね、2倍でしょ、2倍やからね、これはいいですね。キャプテンアメリカ、キャプテンアイアンマンコラボカバー1でした。はい、こちらはキャプテンアメリカ&アイアンマンコラボカバー2ですね。で、こちらはマシンタイプ付与か、マシンタイプ付与で、バインドにスキープにチーム HP2 つ、チーム回復1つ。こちらは2ターンで自分のダメージ上限値80億になるんや。自分以外の味方スキルが2ターン溜まる。これはね、ちょっとごめんなさい。僕ね、ちょっとおもろいな思ったのが、ガンホさん最近ね、昔のキャラは復刻ね、してくださる傾向にあるんで、これを使ってたら、あれってこと？例えば、ね、ドラゴンって言ってもさ、ドラゴンボールクラブの、ベジットとかもこれつけてたら、あれか、しょっぱな80億出せるってこと？まあ、捨てが足りひんか。捨てが足りひんけど、でもね、理論上はそれが可能になるってことですかね。はいはい。ここから武器で上限を解放する時代か。なるほど。で、これで、いや、それか、そうか。じゃあ、これを、例えばそうですね、変身で上限解放しない、昨今のロボあるじゃないですか、例えば、進化前の普通のノーチラスだとか、そうですね、ガンホーさんの代表するロボだと、ノーチラスか、ロイヤルウォークとか、それの上限値が80億まで引き出せるっていうことですね、貯めていけば。で、これもあれですね、スキル、なんか強制ヘイストかけられた時に2ターンヘイストもあって、周りのスキルを全部使った後に、またこいつも使って。結構ループキャラにね、つけると便利そうですね。はいはいはい。しかもマシンタイプ付与っていうことで、はい、マシンタイプ付与がね、そのマシンで困るのが、そのマシンタイプ付与武器が結構ガンダムコラボキャラに多いんですよね。ガンダムコラボキャラに多いんで、そこにすごい便利やなと思って。で、ガンダムマシンタイプってやっぱり、チーム HP は上がっても回復力が少ないんで、これはちょっとチーム回復を補えるっていう点でいいのと、あとバインドもないパターンも結構多いですね、やっぱり。はいはいはい。これ僕の持ってるキャラの、視点でなんですけど、はい。で、マシンタイプ付与できることによって、今までバインド耐性のなかった何があるかな、何がバインド耐性のないキャラで無理やりガチャドラにねじ込めるみたいな感じ。はい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 。で、ガチャドラのヘイスト役にもなりつつ、で、ガチャドラって結構スキルループヘイストで、まあ、じゅんぐりパッ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 パって回って、しょっぱなの2ターンの間で80億になったりね、ヘイスト兼。
そう、ああこれ結構面白そうだな。はいはいはい。で今回発表されたのはこれ以上ですね。はいはいはい。いやマーベルでちょっとね、これは僕的にはこのアイアンマン面白いですし、こっちとこの操作時間回復、自分の攻撃力が2倍。今までね、ショッパー操作時間奪われた時ってドフラミンゴ向きで僕よくね、芝居丸無課金サバカ対処してたんですけど、それを結構これ補えないような回復力もしかも自分の攻撃力2倍、回復力をしょっぱな奪うっていうのも結構あるんで、これはね、そう今まさに強調ってあれですよね、確か操作時間と回復力が奪われるケースが多いんで、いやこれ裏強調がそういうギミックをしてくるってことなのかなっていうふうにも思ったりもしますね。はい、これもそうですね、80億になったりとか。はい、あとはそうですね、三属性のついてるキャラに、例えばこの子とか、この子はでも自分でダメージ60倍になるんか。まあ、マーベルはあれですね。マーベルはマーベルで強い。で、他のキャラも引き出せる武器としても強いっていう。ね、で、30億になるんで、自分の攻撃力上がるってことはやっぱりね、その三属性のタイプが今後はね、やっぱり活かされてくるっていう、その、やっぱりね、第三属性っていうのはね、単体演派がないとなかなかね、完走しなかったりとか、ほんまにするんで、それを全て完走しつつ、で、今回のマーベルコラボは石10個ということで、全てのキャラが潜在8枠なんで、リザーチェーン体制で6枠潰されても、なんかシュラキラーもつけれるし、スキルチェーンもつけれるし、で、フレンド枠だと、その全部、スキルチェーンが例えば6つ必要だったとしたら、キラーも1つつけれるし、スキルチェーン4つ積むなら、キラーもつけれるし、で、そのね、それを3属性のやつが、全て完走したら、ボスも一たまりもないですね。僕そんなそう、三つでボッコボコにされたら嫌やわ。はい、そんな感じでした。はい、そんな感じでした。今回はね、こんな感じで、はい、お開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。どうすかね、こんな感じの動画。結構ね、僕は今までやってこなかったんですけど、ね、バズダブログの方でやろうかなと思ったんですけど、どうしたらね、ちょっと僕もちょっと動画としてどういう風に編集とかしたら面白いのかなとか、ちょっと勉強にもなるかなと思って、ちょっと今回はね、挑戦してみた感じでございます。はい、それではね、はい、皆さん最後までお付き合いください。ありがとうございました。あくまでもね、僕の個人的主観と、無課金で縛ってるアカウントと、あとはそのあれですね、その別に普通のプライベートで課金もしたりとか、はい、サバパズパスも入ったりとかしてる、両方のね、目線からちょっと話しさせていただきました。ごめんなさい、今スマホの通知になりました。今日なんかめちゃめちゃ通知くんねん。それでは、はい、今回はこの辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。それではね、皆さんもお疲れ様でした。マーベルコラボ楽しみですね。まあ、やかん言われてもね、はい、僕はもう一目惚れした、このキャプテンマーベル、ミズ・マーベルが欲しいですね。はいはいはい。いやー、楽しみですね。それでは、本当に、お疲れ様でした。